収録の合間でも熱男魂全開のマッチから。台本ありますか？台本ありますよ。はい、はい、難しいですね。全く違う仕事ですもん、うん、この勇気すごいと思いますよ。全くやったことがないことを果敢にやるっていう。ここからちょっとここからテンション上げていきます。はい、まだあるからね、結構あるからね。ここからちょっとテンション上げていこう、うん、じゃあ松井さん、はい、そろそろあのアイテムいきますか？そうですね、はいはい、まだまだね、はい、熱くいかないとダメでしょ。こんなス、ね、ホークスの、スーパーな3人が来てくれてるのでね、はい、はい、今回こんなものを用意しました。何ですかそれ？はい、題して熱を激熱ぶっちゃけトーク。この熱をボックスの中にはあるトークテーマが入っています。選手の皆さんには聞いたテーマに沿って熱いぶっちゃけトークをしてもらいます。どれくらいいきますか？今宮選手、はい、一番年下の、はい、じゃあ健太どうぞ。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。はい、OK です。はい、いいですか？今だから言えるごめんなさいです。今だから言えるごめんなさい。いろんなテレビにおいて、まあ、取材とか受けるじゃないですか、はい、で、まあ、その都度その都度、まあ、相当松田さんに対して守備範囲が狭いとか、あの多分全局に言ってますよね、はい、もっとボールを取りこいだとか。全局じゃありません、全国です、ね。はい、すいません、はい、多分皆さんが多分そういう目で、まあ、本当に松田信弘って守備範囲が狭いんだっていうのを感じさせてしまったところがあると思うので、それは今だから言えるごめんなさいかもしれないですね。これはマッチにお聞きしたいんですが、はい、そういう放送を見たことあるんですか？いやいや、もう健太あの守備のことに対して喋ると、ええ、松田さんは守備が範囲が狭くて僕がカバーしたんで僕が上手くなりました、ええ、あのゴールデングラブを取れたのは僕のおかげですしか言えないですよ、はい、全局で全国にね、はい、全国ね、そう全国に、はい、結局あのサードの横抜けたのもショートはカバーしてっていうのがあるし、僕結構健太も守備範囲ね若いし動けるからと思って、行けないところもわざと行かなかったこともあったんですよ。その時に健太がありますか、うん、それ感じたんですか？そう、あのサードが守備範囲広いと困ります。そう、そうだ、それは分かってるんですよ絶対、はい、川瀬が守ってる時は、うん、もう難しいです。へー、はい、でもそこ行かないことによって僕が思いっきり行けるんで、そうここに前に現れると思いっきりがなくなるんで、そこの難しさはそのやっぱ松田さんとコンビ、まあ、コンビというか三遊間を守らなくなって感じたのはあります。松田さんマジで取ったらもう絶対アウトなんで、もう安心してみるとそうか、もうベンチ帰るとツーアウトでサードゴロ行って取った瞬間もうベンチ帰る。ディータも認めるマッチのスローイング技術、何度もチームのピンチを救ってきました。そんな中、西田隊長がサードやショートが送球した先にいる中村晃選手について聞きたかったことが。中村晃さんの一塁は本当に安心できると。そうですね、やっぱりショートもサードもそうなんですけど、うん、勝負はやっぱ放ることってあるんですよ、うん、でそれアキラがアウトにしてくれることによって目に見えない、アウトじゃないですか、うん、でもあれがアキラがスルーすると僕とケンタのエラーになるし、そうですね、それランナーも残るし、うん、すごいことになるんですけど、それをアキラがこう難なくやってくれてるから、うんうん、4年連続で、まあ、ゴールデングラブになってるんですよ。で僕がサード投げるじゃないですか、松田さんはスルーするんですよ、こうやって。そしたら僕にエラーつくる。痛悪いとか言って痛いみたいな。バッターランナーがセカンド行くじゃないですか、これ見よったら跳ねが速くて、バーンとスルーしたんですよ。そしたら見たら8位とか9位でつくんですよ。痛い、ごめん、悪いなーって。いやあーって俺のエラーやった。松田さんのエラーでしろや。そうそれは異議申したいですね。で考えたらやっぱアキラはカバーしてくれてるんで、うん、そう勝負と、だから本当にみんな感謝してると思うんですよ、うん、内野手は。今宮さんもやっぱそう？いやでも冗談抜きで、はい、12球団一番だと思います。マジ上手いと思う。っていうの聞いてどうですか、アキラさん？いや嬉しいっすやっぱ、はい、だからいいプレーが生まれられますよ。そうですね、思いっきりいけるんで、うん、ある程度ラインに投げてさえすれば
カバーしてくれるっていうのがもう僕らの頭に入ってるんで、取ってしまえばあとはもう見なくてポーンって投げとけば、アキラさんだったらっていうのはあるんで、まあいいプレーが生まれる一つの要素ですね。でもあれだぞ西田さん、アキラゴールデンカブ4、はい、ケンタ5、はい、ギーター6、マツオ8、あ、そうなんですよ。あの前から言いたかったんですけど、はい、なんで全部最後自分に持っていくんですか。え、何本入ってるのこれ。まるまる選手に。あ、いいね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 、モノモース。いました。あ、いいね、いいね。これ今のアキラさんの表情はもう本当聞きたい。甲斐拓也。甲斐拓也、はいはい、なんですけど、はい、ロッカー隣なんですよ。はい、はい、あいつめちゃめちゃおなら振ってくるんですよ。放送できる、それ放送できる。できる、できる、できる。できるな。それ結構有名なんですよ。いやいやいや、みんな知ったんじゃん。あ、知ってる。あの辺やったんですよ。拓也とかやったら結構キャッチャーでやることあるんですよ、うん、あの試合振り返ったりとか、はい、道具磨いたりとか。でなんか終わって、で僕帰り際な、帰るのは着替えてる、帰ろうとしてる時に、アゲさんすいませんっつっておなら、おなら振ってくるんですよ。意味わかんないですけど、でそれがめちゃめちゃ臭いんです。マジで。それはちょっと物申したいなって。僕ちょっと離れてるんですけど、僕のところまで匂ってくるんで。意外ですよ。まあ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 って言って パワフルなやつが来る。パワフル。それぐらいあれっすよ、チームの仲がいいってことですよ、ホームレスは。まあまあ、岸田さん、いや、それぐらいやっぱり一つの目標に向かって、おならをね、かける仲じゃないと、やっぱりあの上昇軍団にはなれないってことなんですよ。かなり強引におならの話を優勝につなげたマッチ。というのも、ホークスが優勝を逃した3年間で感じたことがあるようで。優勝をね、この3年しないけど、はい、ね、その前はもうみんなの優勝を何度も経験して、もう嫌でもビールかけしてたんですよ、はい、ペーペードームでやるじゃないですか、はいはい、であのお風呂入るじゃないですか、はい、あの時の最高 の瞬間っていうのをみんなに見せてあげたいな。あれこれほどね、やばくて最高なもんはなかったですよ。どんな感じなんですか。シャワーはもう全部埋まってるんで、風呂に溜まってるお湯でもうバーってビール落として、ビール落としてもみんなが使ってシャンプーバ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 ー、ネボディソープバーってやっても、またボケでこうバーって洗ってみたいな。それがもう何十人増えるみたいな。めちゃめちゃビールの匂いしかしない。ビールの匂いすごいっす。ビールかけを味わった者にしか経験できない光景。これを若い選手たちと共に。さらに福岡の街ね、あの12月優勝パレードも毎年のようにしたじゃないですか、はい、ぶっちゃけまたかっていうぐらいやるじゃないですか。またベンツ乗れるんや。そう、またベンツ乗れるんや。今年は何号車や。で、今年はあれかバスかとか、いろいろこの活躍によっていっぱいあるじゃないですか。パレードいいっすね。そう、パレード何がいいですか。どういうところが。いやー、なんかみんなが喜んでる感、喜んでもらってるみたいなのもありますし。確かに。そうですね。街中が人で溢れかえり、ありがとうの声が飛び交う優勝パレード。上昇ホークス時代は当たり前の光景でした。そしてこの光景を何度も味わってきた4人だからこそ、今特に感じていることがあるといいます。まあ、やっぱ街がどんよりしてる感じはあります。ああ、そうか。ちょっと歩きづらかったりとか。街をそんなことも思うんですか。結構言われますよ、来年こそ、来年こそはみたいな。来年こそはがもうずしずし来るんですよ。言われます。それはなんか僕らも責任感じ、そんなこと言う、まあ感じながら街を歩いてるんですか。勝ってる時はすごかったよね、やっぱ福岡の12月がね。もう歩いてたらもう、わあ、ありがとう言って。そう、そんな感じ。確かに違うっすよね。今もう冷めてますよ。ひえ、今冷められてます。ほんまにほんまに。昔やったら今年も優勝は、今年もやったんですよ。今年ももうありがとうやったんですよ。そっか、はい、今皆さんもやっぱり言われます。一緒です、全く一緒です。全く一緒。
社内のわーですよ、ね、全部、言わないで一生懸命やった結果ですから。